ようこそお参りくださいました。今日はですね、榊の剪定作業を行います。今日もですね、大変天気がよろしいので、外の作業を行っていきます。神社で最も親しい植物といえば、やはり榊かと思います。木偏に神と書いて榊、まさに神社で用いる植物、もうそのままって感じですよね。そんな榊、神社でですね、お祭りで大変よく使います。玉串として用いるのはもちろんですが、あと装飾などにも用いることもあります。なので多くの神社では境内、またはその近くの裏山、山などにですね、榊を植えて育てているということがよくございます。当社でも境内ですね、何本か榊を植えております。なので時々ですね、剪定作業を行います。たまにですね、枝打ちなどをして、剪定作業をしてですね、しっかりと光が、太陽の光が当たるように育てていくという、そういった作業も行います。私、神主であって庭師ではないので、植物に関しての知識、まんま素人でございます。剪定とか枝打ちとか、どこをどう切っていいのかというのは、勘です。ほとんど勘でやっています。本とか見てですね、一応勉強はしてはおりますが、素人に毛が生えた程度ですので、プロの方がいらっしゃれば、見ていらっしゃれば、ぜひアドバイスいただければと思います。ということでですね、今日は榊の剪定作業を行っていきます。今日行うのがですね、社殿の近くにある2本の榊を行います。こちらの手前の榊、そして奥神殿の近くにもですね、榊がございますので、そちらの枝打ち剪定を行っていきます。それでは榊の剪定、頑張っていきましょう。はい、いびつにはなりましたが、ざっとですね、剪定を終えました。少しはですね、日の光が通りやすくなったかな、光合成しやすくなったかなと、素人的に思うのですが、さてさてどうか。一本でですね、もう台車1杯分の、枝打ちができましたので、これは一旦ですね、置いて、奥のですね、神殿の方の榊の剪定に移ります。
後ろにですね、先ほど剪定した枝、榊が、まあ、こんもりと山積みになっております。たくさん取れましたね。すごいです。これからですね、行うのがですね、剪定をした榊の、まあ、選別作業ですかね。まあ、せっかく榊を取ったので、こうしてですね、玉串に使えそうなものはですね、剪定バサミで、切って、玉串に用います。大変地味な作業ですので、ここからはタイムラプスで、ちょっと早送りしていきます。はい、榊のですね、剪定と選別作業を終わりました。後ろにですね、たらいいっぱいの榊がございます。これは、玉串にするにはまあちょっと小さいですが、お参りなさった方にですね、持ち帰っていただく用の榊でございます。最近ですね、ホームセンターに行ったらですね、国産の榊一束300円400円ぐらいの値段で売られておりました。外国産のものは一束100円ぐらいでしたが、国産のもの結構値が張るようですね。まあであればですね、まあせっかくこんなにたくさん榊がございますので、お参りなさった方にですね、持ち帰っていただいて、神棚にお供えをしていただければと思います。こうしてですね、紙を貼っておりますので、まあ、お参りなさった時にですね、まあ榊があれば持ち帰っていただければと思います。まあ、いつもあるわけではございません。まあ、今日のようにですね、まあ、剪定とか、枝打ちをした時だけですね、本当年に何回かあるかどうかですので、まあ、あればラッキーです。まあ、あればですね、このようにご自由にどうぞと書いておりますので、まあ、ぜひ持ち帰っていただいて、神棚にお供えをしていただければと思います。